どうもこんばんは。今日は着力、ヤマということでですね、着力トークライブすごいですよね。ちゃんと名称もあるんですよ。なんだ、着力トークライブ、道場着力トークライブ、着力ヤマでございます。で今日はですね、田中ケロさんと、木原文人さんのお二方が来られまして、もう往年の黄金時代の、新日本全日本のお話、まあ、リングアナウンサーですからね、そのお話をいろいろもう本当に余すところなく聞きたいと思いますし、やっぱりあのケロさんがね、新型コロナウイルスにまあ罹患されまして、それでこの度完全復活をされたと、まあ、そのあたりのお話も、本当にいろいろ聞いてまいりたいと思っております。本日司会進行を務めさせていただきます、私ノンフィクションライターの細田正史でございます。どうぞよろしくお願いします。いや、あのね、今日はちょっと私も興奮してるんですよ。あのケロさんも木原さんも僕がその子供の時に会ってんですよ。でケロさんと初めて会ったのは僕は小学校4年生の時、僕はあの今年50歳、この間50歳になったばっかなんですけど、今50歳なんですけど、あの1981年8月31日で鳥取産業大会、僕鳥取なんですね、鳥取産業大会ブラディファイトシリーズ鳥取大会で、1981年と言いますと、あのタイガーマスクがデビューした年なんですよ。でその年に初めてプロレスを見に行ったんですよ。それまでも鳥取来てたんですけど、もう親が連れてってくんなくて、であのタイガーがもうどうしても見たいって言ったら、もうしょうがないって言って、もうタイガーマスクにはもう親もこうしきれなかったんですね。で行ったんです。で試合前にその鳥取産業体育館のこのロビーでですね、タイガーマスクのこのサイン会をやってるんですよ。サイン会はね、でもう並んでんです僕も。でその時のサインまだ持ってるんですけど、これなんですよね。これがすごいですよ。これでまあ佐山さんなんですけど、うわタイガーだタイガーだと思って見てるわけですよ。そしたら僕の番になって、でタイガーがバーッとこのサインをするわけですね。で当時小学校4年生、誕生日来てないからまだ9歳ですよ。9歳の僕が、頑張ってくださいって言うわけです。そしたら佐山さんの横に、あのタイガーの横にケロさんがついてるんですね。当時まだ若いケロさんですよ、リングアナ2年目の。あのタイガーがケロさんの方に向かってこうやってするんですよ。そしたらケロさんがあのタイガーに向かってコソコソコソって言うんですよ。そしたらケロさんが、あ、頑張ってくださいは分かるみたいだからって言うんですよ。つまりあの日本人じゃないというギミックを二人でね、サイン会ですよ、地方の、いちいちその小芝居をやってんですよ。今考えたら凄まじいですよ、その世界観って。で俺は、おタイガーって日本人じゃねえんだって思って、確かになんかこのつぶらな瞳はなんかハーフの人っぽいなとか思ったりして、いやそれは。でその後僕も後年ね、いろんなお仕事させていただくことになって、佐山さんにその話したら、あ、ごめんなさい、そうやって僕は嘘ばっかついてきたんですとか言ってるわけですよ。で今日ケロさんとお目にかかってね、そのこともちょっと突っ込まないといけないなとか思ってるんですけど、すごいですよね。まあそんなことはさておき、で木原さんは木原さんでね、僕ちょっとまた高校生の時にもお目にかかっててですね、高校生中学の時とかですかね、全日本プロレス、また鳥取産業体育館ですよね、こう来るわけですけども、木原さんは木原さんでね、大会が終わって興行が終わるとですね、リングの解体っていうね作業がある、リング屋さんでしたから。で当時のね全日本プロレスは、観客として来ている小学生声かけない、中学高校生に片っ端から声かけるんですよ。あのハンセンのサインやるから、解体手伝わないかとかね、ブッチャのサインやるから手伝わないかとか、そういう感じで声かけて回って、それで僕なんかも引っかかっていくわけですね。でもう重い、こんなねマットとかがまた重いんですよ。そしたらサボるわけですよ、やっぱり中学生ですから。そしたら木原さんがタイガージェット仕様の真似をしながら俺に襲いかかってくるんですよ。こうやろうみたいな感じで、その方がですね、今日このお二方が今日来られてて、今日一緒にトークライブができるなんて、まあ、こんなですね嬉しいことはないわけでございます。まあこうやってね、ちょっといろいろ話もう聞きたいこともあるんですけど、やっぱりねケロさんのね、もちろんコロナの話もあるけど、ちょっとやっぱ黄金時代ね、蘇る黄金プロレス黄金時代ってこうサブタイトルがついてますから、その話もね、
したいと思うし、木原さんの、プロレスのテーマ曲にまつわるいろいろな、うんちくもね、聞いてみたいと思っております。では、もう早速ですけどご紹介をいたしたいと思います。私もですね、実はキックボクシングのリングアナウンサーを、今年でなんと25年になるんですけど、ちょっとコールっぽくですね、やってみたいと思います。それでは参ります。青コーナーよりリング屋として興行を切りまし、89年にリングアナデビュー、加えてプロレステーマ曲コレクター、それだけに飽き足らずレスラーとしてもリングに立つ異色の男、タイガー木原文人選手の入場です。木原文人さんです。木原さんのマイクはどこに行ったんですか？マイクがない。あ、どうもタイガーです。いやいやいや、どうもどうもありがとうございます。今日はリング作った、片したの？片しましたね。コップ使われた？コップ使われた、和田恭平に。いやいやいや、木原さんとね、あと、いや、俺ももともとそれですよ、この世界に入った小僧時代。小僧時代はこの福田明子って騙されて、はいはい、後でまあプロになってからぶん殴ってやったから、ね。そしたらノアに行っちゃったんだから、ね。はいはいはい、はい、僕は和田恭平派だったんですか、ね。和田中田龍派、ね。はいはいはい、はい、向こう中田龍派。僕も中田龍派。福田だけ孤立してた、ね。孤立したんですね。あ、ごめんなさいね。ご出身どちらなんですか。僕メキシコシティです。ごめんね、頑張ってしかわかんないんだよね。すいません。それはいいです。僕三重県です。三重、あ、じゃあ三重、津市総合体育館とか、津市体育館でも行ったけど、四日市総合体育館で初めて手伝ったんですよ、リングやんないかと、はい、やっぱサインに釣られて、それはもう僕の後輩が、はい、声かけられたんですよ、ね、ほうほうほう。そしたら兄貴、なんか売店のやつらがリングが出したらサインやるぞって言ってますよって、ドイツが言ってんだって見に行ったら、和田恭平さんとか中田龍さんが売ってるから、これは本物だじゃあ手伝おうとなって手伝って、うん、その時に俺ね、 UWF のトレーナー着てたかもしれない。すぐ覚えられて、はい、UWF だっつって、はい、でも最初 UWF ってあだ名だったんですよ。トレーナーでかっこよかったよ、青でね、赤の首でここにマークあって、はいはいはい、でも三重県とか田舎の人は、もうどこの団体が好きっていうより、もうどっかかが来たら絶対見に行くから、新日派とか全日派とか国際派とかないじゃないですか。だからまあまんべんなくいろいろ見てたんで、で覚えられて、それからですね。そこからでも、こう全日本プロレスのスタッフになる、入社するっていうのはなかなかで、東京の子だったら分かるんですよ。僕だからそれで高校2年の時初めてだったの、2年かな、3年覚えてないですけど、その辺だったと思うんですけど、はい、それで短大に行ったんです。おうおう、あ、じゃあ東京来たんですね。東京、それで最後ウォリアーズ、はい、長州館とか愛知県大会、はいはい、あれ、あの頃もう僕コーナーマットとか、はい、横の垂れ幕僕が貼ったやつですか、1985年、はい、ね、AWA タッグ、はい、AWA タッグ、はいはいはい、自分でテレビとかシュープロさんとか月刊ゴング、当時週刊ゴング、はい、見ながら、はい、ああこのコーナー俺がつけたんだと思って、おー、ね、なんか感慨深いものがありますね。それで恭平さんに、4月から東京で学校行くんだって言った、じゃあ毎日来いかねやるかねやるかねやるってそれで行って、それからもう普通にもうその日からその頃から売店もやってたから、はいはい、もちろん元子さんとか、はい、ババさんとも話すじゃないですか。そうですよね。で短大卒業しますって言ったら、よし入れって終わりですよ。ああ、もうな、もうトラック運転する以外の仕事は全部できたんで。運転する方はやっぱり、運転はやっぱりね、事故とかあるといけないから、ドライバーさんがやっぱり保険が効く、はい、社員の人間じゃなくて、うん、それ以外も全部。もうだ、いや、僕だから、はい、鳥取産業体育館でお目にかかって、はい、一番最初に会ったのはおそらく1986年か7年だったと思うんですね、はい、まあ、それぐらいだと思いますけど、7年、はい、まだ和島さんがね、現役だった頃だったんですかね、はい、デストロイヤーも来てたな、はい、デストロイヤー一番、アザブ10番、いらっしゃい、はい、細かいレターいいですか、いいですね
風間十番祭りね、はい、デストロイヤーよく顔出してて、いやそれでなんかその時だったんですかね、今日客入ってねえと誰お前ら思ってんだろうとか言って今日客入ってねえって思ってるやつ正直に手挙げろとか言ってましたよ。そんなこと言ってました、言ってました。ほんで手伝ったやつ、ね、手伝ったやつを前に、本当にその日に、ね、ちょっとお客さんの入りが良くなかったんですよ。ああしょっちゅうでしょ、ね、そんな踏み絵を踏ますんだと思ったんです、ね、全然覚えてない、ね、僕結構横暴なやつですね、横暴な人でしたよ、本当にひどいな、よくわじまだったら勝てると思ってるやつ手あげろとかそういうことを言ってました。そんなことよ、それ中田龍さんに、いや違います、違います。で僕それでジェットシーンの真似してる、でも基本和田恭平さん中田龍さん僕はもう毒舌でしたから、ああ3人とも毒舌、はい、それでまずちょっと1個だけ言っていい、どうぞどうぞ。で僕中野にあるね、はい、東京工芸大学っていうありますね、写真とか映画とか、うん、僕写真応用科っていうの行ったんですけど、はい、今4大で素晴らしい大学になったんですけど、そこに通いながら全日本の後楽園とか両国とか武道館とか、うん、常にこう、うん、近所のそのこの関東近辺とか、はいはい、ちょっと巡業とか、はい、である日テリー・ゴディ対スタン・ハンセンっていうのが後楽園であって、ほう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 、血だらけになったんですよ、はい、で大体リング屋さんってリング片足出すのお客さんがある程度はけてからなんですけども、うん、血だらけだったんで、はい、もう選手はけたら僕すぐ、雑巾で拭いてたんですよ、はいはいはい、あの鉄柱、あ鉄柱とか、まあ、まあマットとか、ね、ロープとか、はい、ロープとかまだ学生なんですよ、はいはい、そしたら西永っていう変なレフリーでしょ、いらっしゃいますよ、あのやたら一物が大きいんですけど知らんけどロブバンダム並みに大きいんですよ、ね、そうなんですね。それがね、あの見に来てた、ほう西永さんがバルコニー客としてね、はい、僕その時バンド組んでたんですよ、うんうん、おそうなんですね、うん、それも別に学校のね、はい、お友達とかで僕のだから一個後輩で僕の一つ下で同期、年は一緒なんですけど一つ下のギタリストのやつが西永と同じクラスだ、ほう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 、でそいつが僕が後楽園で、はい、なんでうちの学校の人がスタッフやってんだって言ってるやつがいるっていうから、うん、じゃあ連れてこいこの野郎で来て、はい、さっきと一緒です、お前も手伝いで、あそれでオルグしてたわけですね、はい、なんかそしたらあの野郎レフリーになってあっちの方が上になっちゃった、なめてんのかってそう知ってます、あれ雲野さんが辞めちゃって、うんうん、僕結構馬場さんに買われてて京平さんとか、はい、雲野辞めちゃったからお前運動神経いいから馬場さんと親父レフリーにした方がいいんじゃないかって言って話になってっからよ、お前もしかしたらリンガナじゃなくてレフリーになっからなって言われて、そういうことはちょっと言われてたんですよ、はいはい、結局西永になったんですけど、でまあ当時一人の人がいろんなものやるっていうのない時代だったから、まあまあそうですね、で馬場さんも親父はもうリンガナレになってるしなって恭平西永に決めさせろってかなってみたいで、そしたら運命の分かれ道、中田龍さんがうちやってきて、はい、親父親父聞いてみろ、聞いてくれよってどうしたんですか、はい、西永でやるか寝ろって言ってリンガナだけやりたくねえなんて言いやがってよって、あいつレフリーになっちゃったよって、俺ちょっとレフリーなりたかったなと思ってたんですけど、ちょっとはなんか思う感じってありますよね、はい、レフリーもやってみたいリンガナもやってみたいと思うけど、やっぱレフリーちょっとやってみたいなっていうと思ってて、絶対レフリーの方が目立つだろうと、うん、なるほど、今日ちょっとねそのあたりの話、こんなこと話してたね、もうフチマスのみたいに3時間ぐらい喋っちゃうケロさんこの後登場されますので、もうせっかくですから、はい、今日ねもう皆さんこのいらっしゃってるんで木原さんにケロさんを呼び込んでいただきたいと、そんなおこがましいことしていいんですか、いいです、はい、許可取りましたので、はい、どうぞ、プロレス界リングアナの至宝田中ケロ入場、世界一のリングアナウンサー田中レフリー上樋口ジョーって言わないと、あ話せないで今ね、すいません、マイク、ありがとうございます、マイクがないと言ったんで、それくらいそれにあったやつ持ってきて師匠師匠こちら使ってください、あ、はい、ありがとうございます、すいません師匠、入ってますよねマイクで、あ入ってます、入ってますね、
大丈夫です。いや、おかけになってください。はい、もうね、はい、あれです、長丁場です、今日は。はい、お二方とも、ね、今日はケロさんの退院記念トークショーということで、はい、そうですね、あの先月の25日に、はい、リハビリ病院に退院しまして、五反田にあるリハビリセンターを退院されて、はい、で今1週間ちょっと経ったわけですね。1週間ですね、ちょうど、ね、はい、どうですか今のお気持ち、まあ、ここね1週間経って、まあ、この間 3.1 の、ね、武道館もありますけど、はい、こうトークショーにこうご登場されると、今のお気持ちをまずお聞かせいただきたいと思っております。噛まないかなっていう心配があります。いやいや、もう噛んだっていいんですよ。噛んだっていいですか。噛んだっていいですよ。いや、いや本当に思うんですけど、そもそも昨年の7月に陽性反応が出た。7月の終わりに、はい、熱が続いたので、はいはい、病院行って検査したら、うん、検査して2日後くらいに病院から電話があって、陽性ですって言われて、で自宅待機してくださいっていうことで、自宅待機してたら保健所から連絡があって、で様子を伺いますっていうことでいろいろお話をして、でしばらく自宅にいまして、熱は上がったり下がったりという状況で、熱が出たら薬がないので病院に電話したら近くの薬局の方が届けてくださって、解熱剤を。そういうシステムなんですね。一応それができてるんですね。はいはいはい。本当外出ちゃいけなかったんですけど、はい、飯食わなきゃいけないんで、はい、こそっとコンビニに買いには行ってました。あ、行ってましたか。はい。はいはい、でもそうなりますよね、結局ね。そうですね。うん、それは本当に致し方ない。で、そこから、まあ、あ、俺もついに陽性なのかと思ってたくらいだったんですか。そうですね。とにかく熱が下がるまでは家にいようと思って。で娘と次女と暮らしてたんですけども、次女すぐに PCR 受けて陰性だったので、はい、あ、はいはい、一緒に家にいるとまずいので、うん、次女だけホテルに移したんです、ね、お、はいはいはい、で自分が一人でいて気づいたら病院でした。いや、それが恐ろしいですよね。その木原さんはそのケロさんが、はい、その、はい、コロナ陽性になったっていう情報っていうのはどこから得てはいたんですか。主催者の方から、はいはいはい、聞いてはいて、聞いてはいて、はい、心配はして、で田中さんの LINE の方に連絡したんですけど、やっぱりご返信がなかったので、なんか心配は常にしてましたね。返信がないっていう、もうおそらくってことは LINE 送った時点ではもうその意識を失ってた状態だった。そうですね。多分誤認されてる頃だと思いますけど。ああ、入院の時とかですよね、はい、おそらく。本当にあれですか、気がついたら、あれ俺病院にいるって感じ。そうですね。多分8月の7日に夕方に倒れたと思うんです。8月の7日。はい。ほうほうほう。で8日の朝保健所から定期連絡が来てたのに、はい、出ないから、うん、保健所から娘の方に電話がしたって、はい、見に行ってほしいっていうこと、うんうん、で家に帰ってきて倒れてる自分を見つけたという。すごいですよね。ソファーで倒れてたんで、うん、夜だったら布団の中入るんですけど、昼間とかですね、夕方ぐらいじゃないかと思います。最後の記憶っていうのは何か覚えてますか。その前、その倒れる前の最後の記憶。全然覚えてない。もう全くそれもない、はい、でそのもう前のやつももう消えちゃってるというか。そうですね。ってことですよね。恐ろしい。 いや、ケロさんのねツイッター拝見させていただいておりまして、はい、俺たちはコロナに負けないというね、はい、今こう貼り付けてらっしゃるやつあるじゃないですか、はい、でそういうのも見てましたから、絶対負けない、コロナとの時間無制限一本勝負を行いますっていう、あの力強いコールを聞いていたので、なんか、あ、まあ、もちろんね陽性になるとか陰性で終わるとかいろいろあるんだけれど、あ、こういう人は大丈夫なんだろうなという人だと思ってたんですけど、そうではない。自分も基礎疾患がなかったので、うん、大丈夫だろうと思ってたんですけど、コロナは怖いですね。いや、それでこの間週刊プロレスのインタビュー受けてらっしゃるのもちょっと、はい、拝読させていただいたんですけれど、お嬢さんが延命措置をとにかく取ろうというか、はい、ICU に入ってた時に何回も全身痙攣して全身麻酔打たれて、はいはいはい、でもあの頃コロナの人数が多かったんで、うん、ICU は2週間しか入れない。あ、そうかそうか、出なきゃいけないという、はいはい、で出た後に血圧が下がって、危険な状態だと、ほう、
心臓が止まるかもしれない、はいはいはい、でこのまま苦しませておくのか、はい、延命処置を取りますかという、はい、二択を迫られて、はい、娘は延命処置って言って、はい、で喉に穴開けて管を通すかもって話になった時、はい、娘が父は声の仕事してるから、うん、それをやめてほしいって止めてくれたんです。これは運命の分かれ道です、ね、そうですね。木原さん今の話を聞きになって、もし木原さんその立場だったらっていう、その立場だと僕はもう家族がいないんでアウトですね。いやそうなんですよね、はい、僕も独身なんであれなんですけど、だから本当にすごいなんかこうで、こうやって田中さんもこうやって帰られたからあれですけど、いろいろ運とかいろんなものがあってこう、そうですね、戻ってこれたんだなっていう、すごい娘が早めに駆けつけてくれたのと、そうですね、すごいなんか救急車に乗ってからも最初病院が見つからなかったらしくて、あそう、しばらく都内を回ってて、その問題ありますよね今ね、恐ろしいですね、受け入れてくれる病院も見つかって、はいはい、救急車が来るまでも40分ぐらいがかかったらしくて、その間そ心臓マッサージをしてくれって言われて、はい、娘が泣きながら心臓マッサージをしてたって、いや怖い話です、怖い話ですね、はい、だからコロナってね、なんかいろいろまあ言う人もいらっしゃるじゃないですか、あれは弱毒性なんだとか風邪なんだとか、いやそれは基礎疾患があるからだとか、いや実はそうじゃなくて、まあもちろんねそういう方もいらっしゃるかもしれないけれど、基礎疾患なくてもこうやって重篤にね落ちてる人がいるっていうのがね怖いな。全身痙攣を起こした時は脳梗塞じゃないかっていうことも言われて、はいはいはい、血圧が下がった時は、脳髄炎、併発してるってことですね、脳髄炎も、はい、じゃないかって言われて、じゃないかと言われてたと、はい、で意識が戻っても多分内臓に、支障も出るだろうし、うん、いろいろ、うん、まあ、不都合なこともね結構出るんじゃないかって言われたらしいんですけどね。今お食事とかはどうされてらっしゃるんです？あ、普通に食べてます。あ、もうでも これは食べていい、食べちゃダメみたいなのもあったり、それはなかったですね。なかったんですか？はい。じゃあ今もう好きなものをとりあえず好きなだけ食べられる、はい、病院食は味が薄かったので、はいはいはい、あの濃いものが食べたいっていう。五反田のそのリハビリテーションセンターでは病院食ですよね、いわゆる、ね、全部病院食、やっぱ薄味ですよね。薄味です。うん、なんだこの薄味はとしょうがないんだけど、だからあの帰ってきてすぐ食べたかったのが、はい、冷凍のチャーハンです。わかる、冷凍のチャーハンのあの塩分の濃いことね。濃いこと、うん、あるある、惜しかったですね。惜しかったです。